ごめんなさい、なんかもう今日すごい嫌な汗の感じ。ピンネタやって袖引っ込んだ後あーとかふーとか悲しいため息全部聞こえてます。そりゃそうだろう、うん、いやそりゃそうだろうだよ。キレられても自分の実力のなさに俺はもう嘆いてんだよ自分の。いやそれ知ってますよ。知ってますよ。だからね、はい、言ったでしょ。もう何をだいぶねちょっと時間を巻き戻しますけど、はい、ツイキャス配信確認した方がいいって言ったじゃないですか最初。はい、言ったでしょ、うん、言ってびっくりしたんですよ画面見たら。何ですか。なんか茶色の変なものが映ってて、多分ですけどあそこのカーテンかなんかをカメラがこっち向いて、はい、あっち映ってるんで、あ僕ら全く見えてないんですよ。あらでコメント来てたんですけど、これは配信されてるんでしょうかっていう。その後に一応ね僕も一応配信されてますと、はい、音とか聞こえないですかってコメントしたんですけど、はいはいはい、それっきりコメントがなかったんで、あらもうなんですかあれは。いやパチパチパチじゃないのよ。勝った。いや勝ったじゃないのよ。いやお前もうコールド負けですから。今日もうじゃあもう今日は生配信はもうお金返さないとダメですよ。いやえああそうか。いやそう何今日のクオリティがいや今日のっていうかまあ配信の人は来てないからね。それこそ大城大魔神じゃないですけど、はい、無料なのに金返すんですよ。だってカーテンしか映ってないの。薄くらいのツイキャスってパーって開けたらカーテンが映ってる。もう音で楽しんでくださいってことね。いやだから音も聞こえてない可能性ある。俺がコメントで音聞こえてますかって言って返信なかったんだから。もう退出されてるわけでしょ。はいか言え答えてほしいけどな。いやだからその間に退出されてるのカーテンしか映ってないから。薄くらいのツイキャス上げたらカーテンしか映ってないから。カーテンのツイキャスだったら分かるけど、薄くらいのツイキャス上げてカーテンかどうかも分かんない。ただ茶色だよ。ただ茶色。茶色の茶色の正体も分かる。いや茶色だもん。拡大すぎてカメラが。そんなことないよ、ね、画面いっぱい茶色ですよ。もう僕ツイッター上げましたから。ちゃんとチェックしましたけどね。ちゃんとチェックしたんだけど、濃い川あるじゃないですか都内を流れる、はい、あんな色の茶色の何や雨が降った後の都内の川の色のやつが、はい、ただただ映ってるって、うん、映ってるってかもうそれになってるって黒じゃなくてそれがもうそうなのか分かんないけどさ、もうだからもう茶色ですよ。確かに感想は茶色ですよ。面白いとか面白くないじゃん。面白い面白くない。茶色です。茶色ってなんだよ。気をつけた方がいい。マジで気をつけた方がいいんじゃない。しょうがない。いろんなこと俺一人で駆け巡ってんだからさ。チェックしてあ OK だなと思ってだから上げたじゃん最初の方に。確認した方がいいよって言って確認してますよ僕は。いやしてないから茶色映ってしない。確認しなさいよって冒頭言って、いやいいですよそんなのもなんか こっちに来たらいいんですよみたいなさ。ボケで言ってた言ったらさ確認しないからずっと茶色が映ってる。知らんよそこは。知らんだから確認しなさいよってずっと言ってるの。何が原因。それだったらちょっと半分ぐらいやってるわけじゃないですか私もピンで。え一回止めなさいよ。おいおいちょっとお前やってるけど茶色になってるぞって止める瞬間何回かあったの。止める瞬間ないよ。だとどのタイミングでここでネタやってため息やってお前忙しい。あんなそれまたまたそれは用意してんだからいろいろと。止めろよそんなの。止めろよだって自分で今何傍観してんだよ。自分で今忙しいって言ったばっかりじゃねえか。
いや忙しいのは分かりますけど、止めなさいそれでも。いやだから最初言ったじゃん今このうちに確認しなさいよって言ったじゃん。いや確認してのこれですから、何回繰り返すんだよ。いいよもう、茶色だよどっちも。茶色じゃない、いいですよ。まああっちは撮ってますから、 4K の方は撮れてますからね。はい、分かんない、茶色になってる。なんでだよなんでカメラこっち向きで、なんでカーテンの方向いてって。いやもう信用できないんですか。信用できないじゃないですよ。ね、何ですか、手紙を用意したんですか、はい、手紙じゃないでしょ、なんで交番表でしょ。今日交番表じゃない、立派なね手紙ですよこれね。わ、なんか書いてある、書いてありますか。はい、気持ち悪い。じゃあちょっとね、今日はまた感謝の手紙を書いてきたんで、はい、3回目ですけど、お元気ですか。バイト終わってこっちに来てますか。あのなんでさ、その毎回この入りから始まるけどさ、なんでちょっと遠距離の設定なんだろう知らないから、実家だし今も2人で住んでる、初めての人にとって分かんないから、そこら辺細かい。なんで遠距離なの。いいんだよ、言わなくてもいいんだよ。そこお元気ですか。バイト休んで、あ、間違えた、バイト終わってここに来てますか。ご飯食べてますか。電車にちゃんと乗れてますか。このまま高円寺を過ぎずに到着しておりますか。あなたと出会ったのはもうかれこれ10年になりますねあのなんで他人の設定なんだよ。いや、そう、今日出会ったとかじゃないんだと、もう生まれる前から、生まれる前から結ばれていたんです。読む気なくすわいや、いいよ、読まないですよもうないんだったらいいですよ、だってそんな毎回これもう読ませろよ。いや、もう分かってましたんだから今日で3回目なんですよ。用意したんだよ今日で3回目なんで、どうせあれでしょ、なんかなんだよ。え、なんだ、言ってみろよ。どうせボケんだろおい、冷めるわ。いや、冷めるわって言えるわ。じゃあ、なんだよ、ボケないよね。いや、ボケないですよ、もうボケたことないっすよ。ボケてるだろ、さっきまでボケてたじゃん。どうですか、お元気ですか。まだ繰り返すの、まだ言うの。元気だよ。元気ですか。いいだろ、そこ先進んだよ。あなた出会ったな10年以上になりますね。聞いたよ、だから先進んでくれ。今日のライブどうでしたか。茶色だよ今日は茶色だよどうでしたかと言われたら俺、うん、茶色言う。最近一発ギャグにハマった私は日々ギャグを考えるようになりました、うん、今日もノー・アキトという仮の姿になりまして、イエス・アキト・アリキだから10発のギャグをやらせていただきましたね。いや、ねって言って知らないよ。10発だったんですか。特に自信があったのが、リンリンリリンリンリンリリン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 117ジホーフォールっていうですね、カウカウさんであるからね、それ。リンリンリリン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 オブジョイトイっていうのあるからね。カンカンさんのことはあまり聞かないでほしくない。いや、だってそっちはもうだテレビで何回も見てるからもう影響されちゃってんじゃん。あと、地下芸人デビューサイトというのも前回に引き続きやらせていただきました、うんうん、それ寺田さんだからね。もともと寺田博明さんのやつを劣化版として紹介するこのネタ、ダメだよいろんな人を傷つけ、まあ、それ中国と同じやり方をしてる。いろんな人に悪者になる覚悟を望ん、腹をくくり、挑んだ結果、うん、まさかの今日は大敗。これね、もっとダメじゃんサクった上にクオリティ下げて大敗じゃん、もうやめた方がいい。これは人に見せるもんじゃない、リビングでやっとけるこれはちょっとあの来月から考え直したいと思います。いや、考え直すと思うのね、もうなんかもうやめた方がいいんじゃないですかそれから、うん、佐々木クイズというのもやりました。これよく分かんなかった。佐々木クイズとは、うん、佐々木さんが、最近僕に放つボケは何でしょうという、うん、そういう、クイズ番組で、先に青の方が早押しで食い気味に答え、それに対して正解です、正解は青の方と言って、うん、その正解を改めて、紹介すると、うん、そういったピンネタでございました。
これもですね、うん、まずフリップがバラバラになり途中でボトンとまるで絵本でほら絵の鉄球がワン、ツー、スリーといって本物の鉄球がボトンと下に落ちていく。そんないいよなもんじゃないそのマジックみたいな感じで、トラブルだろ。まさかのフリップがバラバラになるそっちの方が面白い正解はフリップがバラバラになるでしょ。この一瞬で茶色でしたこの一瞬で心が折れてしまうあなたの心もバラバラ、バラバラになってしまう、まあ、そこまで行ってほしかけど私は諦めません、やっぱり5月19日もまた新ネタをいっぱい作り続け、来週でしょ、そして今週に負けないぐらいお客さんを呼ぶことができ、配信のお客さんも満足にさせられることができる、うん、だから確認した方がいいよ、来週そういう単独ライブに、うん、単独ライブっつっちゃう来週は近いどっちやね、演者募集するのかもう我々だけでやりたいのか、来週はどっちだい、リベンジ単独ライブとして単独ライブだそうですやらせていただこうと思います。リベンジ単独ライブ、もう今週はダメだ、ボロボロだ、ちょっと大阪京都の疲れがあるのかもしれない、そんなことですか、そんなことないですもんね、し思いましたが、なんか落ち込みすぎでね、逆に気遣いますもんね気遣われた、そんなのもちょっと嫌だなと思いましたね皆さんまたぜひ来月も、もう袖をそこに用意したらいいんだよ、袖をどういうこと、いやだからあなたがフリップをこう抱えてるやつとかも全部オープンにしてここに置くのかフリップをもうだって面白いもんだって、こう、せっかくもったいないのに、ね、あそこであそこでバタバタしてる、そうか、昔あの養成所でピンのコントやるときに、はい、うん、なんか物を置くんですよ、最初に自分の準備するときに、うん、そこが一番面白かったって褒められてほら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 、やっぱあのだよ、フリップがバラバラになる、フリップバラバラ、なんでそのバナナのチョイスなんだよ、そっちの方がすごいね、料理の鉄人みたいな感じ、はい、来週もまた頑張りたいので、ぜひとも応援よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、元気出たか、出ねえよどうもありがとうございました、はい、というわけでございます。